基礎街道69時下諏訪宿下諏訪軸とは、中仙道69時の内江戸から数えて29番目、かつ、甲州街道の終点当たる宿場。諏訪保守省兜と八重垣姫歌川国吉が現在の、長野県諏訪郡下諏訪町の中心部にあたり、難所であった和田峠の西の入り口として、諏訪大社下社の門前町として栄えた。また、甲州街道の終点でもあり、 45件の旗子があった。古くは鎌倉時代から温泉の利用が確認されており、中仙道唯一の温泉のある宿場であり、当時の絵画などには温泉を利用する旅人たちが描かれている。旧称は下の巣は、大規模に観光開発された上、諏訪温泉と異なり、小規模な旅館街と入浴施設があるだけで、観楽的な雰囲気はない。天保年の 中仙道宿村大外町によれば、下諏訪塾の宿内屋数は315件、内本陣1件、脇本陣1件、旗子40件で、宿内人口は1345人であった。本陣、岩波屋本陣は岩波家として、現在も一部が一般公開されている。諏訪大社下舎秋宮の境内を借景とし、広大な庭園を持つことが知られていたが、 現在は宅地化が進み、一部のみを見ることができる。王女和宮公家の際、また、明治天皇が宿泊した左翼の座敷を見学することができる。玄関には、大名家が宿泊している時に掲げる徳川御三や、伊家などの関札や武田信玄の書状が残っているのを展示してある。脇本人、貴郷屋、丸屋は旅館として、現在も営業している。 この節の出店、下諏訪駅周辺1キロほど、徒歩10分くらいで行ける、歴史を感じられる観光スポット。史跡諏訪大社下社東宮諏訪大社下社秋宮、無料観光施設営業時間、9時17時、休み、月曜日と休日の翌日有料観光施設本人、岩波屋。ありがとうございます。